TTFN バックパックスーパーミニマムトイレタリーズ。1泊2日ぐらいならなくても乗り切れるって方もいらっしゃるかもしれませんが、特に宿泊が伴うアウトドアに洗面道具は必須です。家で歯を磨く、顔を洗う、体を洗うと同じく、外でもできる限り清潔にすっきりしたいですね。シーズンやアウトドアの内容により変わることもありますが、 TTFN がほぼ持っていっている、特に男性向けの超ミニマムな洗面道具セットをインプレッションします。 TTFN の D です。はい。トリップ、トラベル、バックパック一つでキャンプ、ハイク、ビバーク、ギア、いろんなアクティビティを楽しむアマフェッショナルでスローパッキン、エニートリップなチャンネルです。こちらが TTFN ミニマムな洗面道具セットです。細かなものはこちら 13cm×9cm のこちらのポーチに入れています。友人のハンドメイドです。この中身を紹介する前に、まず外に出てるこちらを紹介します。 TTFN オリジナル手ぬぐい2枚ですね。手や顔を洗ったり温泉などの時にも。2枚持って行っているのは、1枚はお風呂に使って、もう1枚乾いた方はバスタオル代わりに。大きいタオル持っていくとね、かさばってしまうので、このサイズは非常に助かります。女性ちょっと厳しいと思うんですが、また何かとね、1枚濡れたとしても1枚乾いてると便利です。手ぬぐいは一般的なタオルと違い、濡れてもね結構乾きやすく、生乾きでこう変な匂いもしにくいです。アクティビティにかなり有利な手ぬぐい、こちらおすすめです。ではこちらの中身から。まずは基本中の基本、歯ブラシになります。ミニモという商品で、これはですね、ウルトラガツルフェスの記念で作ったものなので、このように印字がされています。とても気に入って、出かけるときはね、もう常にヘビロテで使ってます。以前はこういったものや普通の歯ブラシですね、それを柄を切ったりして使っていたんですが、こちらに出会ってからはね、もうこればかりですね。では展開していきます。なんと通常の歯ブラシの長さになるんですよね。やはりね、柄が長いと使いやすいです。こちらのようにやっぱりちょっと短いとね、ちょっとこうなんか使い心地悪いっていうか、磨き心地が僕ちょっと悪いので、やっぱ長いとねすごく便利です。それからこのようにヘッドがしまえるので、周りが濡れたりせずね、衛生的でもあります。こちらの歯ブラシなんですが、ミニモというね、商品になります。世界最小クラス、本格極細毛を採用、折りたたみ歯ブラシとなってますね。概要欄に入れておきますので、またこちらも気になる方チェックしてみてください。なおガツルバージョンが気になったり買いそびれた方は、オフィシャルインスタまでアクセスしてみてください。ではここに置いていきます。次に歯磨き粉、こちらは歯医者なんかでもらう試供品です。もうちょっとね小さいサイズ、ホテルについているようなタイプでもいいんですが、これもねやはりそれなりにコンパクトで持ち運びが楽なので使ってます。そしてやっぱりこの信頼のライオンとかね、こういろんなサンスターとかそういうメーカーなので磨き心地がいいですね。ですのでこれ僕歯医者からもらったやつをいつも持ち歩いています。はい、次行きます。 TTFN バックパックは皆様のおかげでもうすぐ1万人、なお250本以上ありますので、遡るとご興味ある動画もあるかもしれませんよ。またインスタグラムもやっています。気に入っていただけたら、何卒こちらのボタンもよろしくお願いします。次はですね、全身用のボディシャンプー、この文字はねちょっと無視してもらいたいんですが、次は全身用ボディシャンプービオレの商品です。顔、体、髪と全てに使えるオールマイティ。温泉なんか行くとね、備え付けのものがあったりするんですが、用意がない時に使ったりしています。容器はホテルのねアメニティでもらったものをそのままこれ中身入れ替えできるので、そちら再利用して使っています。こういったものは非常に便利だと思います。
シャンプー、トリートメント、コンディショナー、プラスボディ用スタイリングさえとキリがないので、アクティビティの時はどこまで割り切るかですね。さあ、次は何が出てくるんでしょう。綿棒。まあ、これは何かというと、僕結構ね、耳触りたい人なんですよね。ちょっと触りすぎてね、耳鼻科の人にあんまりやんない方がいいですよと怒られちゃったりしたんですが、何かあった時に他にも使えますし、耳用として僕は必ず綿棒は持って行っています。ホテルなんかでね、もらえる時もあるとは思うんですが、通常のね、キャンプ、それからビバークなんか場合はないので、持ち歩くようにしています。一応最後にはなります。ウェットティッシュですね。10枚入り。ダイソーの商品ですね。何かと使う便利アイテム。こちらもね、40枚入りなど結構ね、量が多いタイプが多いんですが、そこまで大容量が必要ないので、こちらが3、4個パックになってる10枚入りのセットなんていうのが売ってますので、1泊2日ぐらいなら、まあなんとか、ジャストな量のウェットティッシュです。こちらのポーチの中には、ウェットティッシュ、綿棒、全身用シャンプー、歯磨き粉、歯ブラシ、これがねミニマムなセットになるんですが、プラスアルファで爪切りですね。これは結構持って行ったりします。歩いてる最中にやっぱりこう爪の端とかがねちょっと折れたり、なんかこうささくれてしまうと痛いので、そういった時にね歩く時なんかは、爪切り持っていくこともあります。他には全身スッキリシートみたいなものとか、フェイシャルペーパー、それから男なんでねひげ剃りを持っていく時もありますかね。そんな感じです。こちらのようなね基本セットを作っておけば、あとは必要に応じてプラスするだけ。まあ手ぬぐいはもちろんなんですが、今回はねこれが必要とかあれが必要っていうのをここにプラスしていけばねいいかなと思います。まあ女性だとね日焼け止めであったり、それから化粧水とか、メイク道具なんでね、プラスアルファ、それから髪もね、これじゃあちょっとっていう方もいらっしゃるとは思うんですが、まあ男性であればこれぐらいの最低限のセットあれば、忘れがちな洗面道具、アメニティを最低限コンプリートだと思います。アウトドア、アクティビティのギアと一緒で、洗面道具もあれもこれもとキリがありません。最低限の必要なセットを作っておき、あとはご自分に必要なアイテムをプラス、さらにチェンジ。洗面セットを作ってみてください。トリップトラベラー TTFN でした。